はい、皆さんこんにちは。今日は先日からやっています僕が考えたチャット GPT を使ってコード進行とメロディーを作って、そして素の AI でイントロなんかをちゃんと作る方法というのをお話ししてみたいと思います。今日は最後まで見ていってください。先頭の部分は前からも動画を作っていますので、基本的にはそちらを見ていただきます。ですから DAW に行くまではチャッチャッチャッと端折ってお話をさせていただきます。ではやっていきましょう。はじめは僕の開発しましたチャット GPT の GPT 図で、コードとメロを GPT が作成という名前の GPT 図があります。そこで指定したことは、今画面に映ってますように曲のキーは D メジャー、そしてジャンルはロックで8小節、テンションコードは使わないということで、楽器はボーカルじゃなくって今日はエレキギターというふうにしました。結論から言いますと、エレキギターにしたことで確かにエレキギターを意識したような、前の動画まででやっていたような優しいメロディーというよりもギターらしいなと思えるようなメロディーができています。このようにしまして GPT にプロンプトを作ってもらったわけです。このようにですね、そしてこの右上のコードをコピーするというのでコピーしまして、チャット GPT を O1 プレビューに変えてですね、コード提案をしてくれました。上が提案されたコードです。そして下側がメロディーの提案です。コードはどんな風になったかというと、先日からのお話にもあったように、ここは確認のためにテックスコード2、これを開けてみたいと思います。はい、こんなコード進行です。3小節目には Bm と Bm on A というのが1小節に2つあります。そして5小節目は D on F シャープというような使い方をしています。ではちょっと聞いてみましょう。はい。こんなようなコード進行ができました。これを DAW のコードトラックに持っていきます。ここからは DAW の作業をお見せします。はい、こんな形で持ってきました。上のところに先ほどと同じコードトラックがありまして、紫のところにはコードを入れてあります。上のコードトラックから下に下ろしたものです。そしてコードバッキングというようなトラックを作って簡単にバッキングをしています。そしてここでオンになっているのはスパークルというエレキギターが入っています。あとはドラムだけですから、メロとちょっとしたバッキング、そしてエレキギター、そしてドラムです。メロディーが2つあります。全く同じフレーズですが、音色を変えてあります。上側はエレキっぽいものです。ちょっと聞いていただきましょう。はい、こんな感じと、そして2つ目のトラックはもう少し優しい音でメロディーを作ってあります。どちらがいいかですね。素の AI に持って行って結果を試してみたいからです。ちょっと聞いてみてください。こちらの方はあえてギターも抜きましょう。メロディーがよくわかるというタイプにしたいと思います。
感じです。これをミックスダウンしてですね、それぞれをアウトプットしたいと思います。ここの部分はもう端折ってやりたいと思います。はい。それでは、Snow AI の画面に来ました。左のクリエイトボタンを押して、アップロードオーディオというのをします。マイドライブの方に行きます。それでは、ギターメロとオルガンメロがありますが、まずはギターメロからやってみたいと思います。そして、開くというふうにします。アップロードします。はい、出来上がりました。出来上がったら、コンティニューを押します。はい、画面下の方にアップロードができました。よくここで聞かれるんですけれども、今、テストロックギターメロというふうな名前になっています。この名前変えれないのかなという質問が案外多いんですけれども、これはですね、右端の3点メニューに行きます。そして、エディットというふうにしまして、ソングディテールというのがあります。それを選んでください。すると、このように内容を編集できるようになります。ここでテストを消しましょう。はい。こんな形で編集をすると、名前を切り替えることができます。はい。ロックギターメロという風に下の方がなりましたね。じゃあ、ここから作ってみましょう。歌詞を作ります。いつも言ってるんですけれども、歌詞の方は僕が開発しました歌詞用の GPT がとっても便利なんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。概要欄の方から飛んでいただいたらいいと思います。前回はクリスマス的なイメージをしましたが、ハロウィン的なイメージでやりたいと思います。ハロウィンとチョコバナナという風に日本語を打ってみて、ここから作ってもらうようにしたいと思います。はい。歌詞がいいかどうかはわかりませんが、このようにできました。今日はここの歌詞の入れ方がかなり問題ですので、ここをちゃんとやりたいと思います。先頭の方にこれから入れます。わかりやすいために今日は説明用に星マークをつけています。貼り付けます。よく見てください。イントロ・インストゥルメンタルという風に書いています。ここで適当な歌詞を入れます。例えばこの2行ぐらいをここで入れておきます。下の2行を取ってきて上に入れます。そして、星マークは外しておきましょう。また1行置いてですね、ここにイントロ・ピアノ・インストゥルメントという風に書いていますが、このピアノをギターに変えてみましょう。はい。イントロ、ギターインストゥルメントという風に入れました。このようにですね、まずはイントロという風に宣言して、Snow AI では 100% 出るかどうかは保証ができません。でも、このようにして、そして歌が始まります。その後に、またギターのインストゥルメンタルということで、イントロというのを入れてみるんです。このようにしてですね、あとはどこかでイントロとか、もしくは感想とか、そういうのが出来上がったらですね、それを DAW で編集をすれば、イントロがうまくついたような曲ができるんではないかな。そんなような手法を今日はお話しするために動画を撮っています。じゃあここで、下のロックギターメロをエクステンドします。すると、この下の方に15秒、これが入りました。そして、ここからこの歌詞をつないでもらうという感じです。いいでしょうか。今のポイントというのは、上に書いた4行ですね。これがポイントになりますので、ぜひこれをやってみてください。じゃあ、エクステンドをやります。さあ、どうなったでしょうか。一曲目聴いてみます。ゴーストが踊る街角で、君と二人のラブラブパレード。お、来た。ゴーストが踊る街角で。君と二人のラブラブパレード。
角で君と二人のラブラブパレード」「かぼちゃのランタンの明かりで」「心がほかほかと暖かい」「黒猫と魔女が空を飛ぶ」「僕の心も舞い上がる」「君の笑顔に夢中だよ」「チョコバナナの香りがする」「ハロウィンハロウィン楽しいな」「君と過ごす夜は特別さ」「チョコバナナの甘い記憶」君と過ごす夜は特別さ」「チョコバナナの甘い記憶」モチーフもう一度聞いておいてください。ドラムのビートとかメロがどんな感じか一回流しますね。いい感じですね。やはりちゃんとモチーフの雰囲気は残してくれています。じゃあ2曲目聴いてみましょう。ゴーストが踊る街角で君と二人のラブラブパレード。ゴーストが踊る街角で君と二人のラブラブパレード。はい、分かってくれましたでしょうか。ちゃんとですね、2行分の歌を歌ったら、その後イントロのような演奏が入りましたよね。ということは、前の2行分を飛ばせばですね、イントロ始まりな曲ができるということです。今度はもう一つの方をアップロードします。はい、オルガンでメロを作った方ですね。はい、コンティニューをします。今度は、こちらの方をエクステンドします。テストロックオルガンという方がエクステンドとして入っています。歌詞はそのままでやってみたいと思います。じゃあ、エクステンドボタンを押します。はい、この速さ、嬉しいですね。今7秒ぐらいだったんじゃないでしょうか。7秒で2曲。こんなことですね、人間技では絶対できませんよね。それではオルガンでやった方を聞いてみましょう。ゴーストが踊る街角で君と二人のラブラブパレード。はい、イントロ入りました。ゴーストが踊る街角で二人のラブラブパレード。ゴーストが踊る街角で君と二人のラブラブパレード。はい、二つ目聞いてみましょう。ゴーストが踊る街角で君と二人のラブラブパレード。ゴーストが踊る街角で君と二人のラブラブパレード。かぼちゃのランタンの明かりで心がほかほかと暖かい。黒猫と魔女が空を飛ぶ。僕の心も舞い上がる。
はい、2曲目はちょっと声の質も面白いアレンジになっていますね。このようにすればあとは前をちょん切るだけですね。一つだけちょん切るところを見ていただきましょう。一番先に作ったこの曲ですね。一番右の3点メニューからダウンロードというので WAV オーディオで書き出します。はい、ダウンロードホルダーに書き出しをしましょう。はい、先ほどの DAW の画面に戻ってきました。ここにはオーディオトラックというのが全くありません。先ほどアウトプットしたテンポというのは120でした。多分ですね、同じテンポでできると思いますので、一番下のトラックに今のファイルを読み込んでみましょう。はい、ハロウィンとチョコバナナをドラッグします。はい、このように後ろの方に読み込みました。念のためにスタジオ1のテンポ分析機能を使ってテンポを出してみましょう。テンポを検出というメニューがありますのでこれをやります。はい、もう一度右クリックをしますとこの上の方のところにファイルテンポということで120を出しています。ですから書き出した時のテンポをそのままでスノーはアレンジをしてくれたわけです。そしてスタジオ1の最新機能でもありますダウンビートの頭を検出してくれる機能ですね。ちょっと一番上の方にトラックを上げておきましょう。はい、拡大します。ここに白いラインが入りました。ですからこれをどこかの小節の先頭に当てはめます。はい、これでピタッと合いました。メトロノームを鳴らしながらやってもビートが合うはずです。聞いてみてください。メトロノームをオンにします。ゴーストが踊る街角で君と二人のラブラブパレード はい、こういうことなんです。そしてイントロの始まりをですね決めたいと思います。はい、ここで言う23小節目のところ、はい、歌が入ってしまっていますので半小節だけ前から始めたいと思います。はい、トゥータートゥータートントロロントントンという感じで始めるようにするためにここで切ればいいわけです。カッター機能を使ってですねここでカットしましょう。そして前はいりませんからこのようにします。例えばここにアレンジをしていくんであれば24小節からドラムを入れてみると、ちょっとやってみましょう。はい、このドラムを入れてみます。こういう時はグリッドをオンにしてやるとピタッと入れるのが入れやすいです。はい、こうしましてちょっと複製をしますね。はい、じゃあ聞いてもらいましょう。クリックオンは逆に切ります。ドラムあえて大きくします。ゴーストが踊る街角で君と二人のラブラブパレードはい、こんな感じでやればイントロが綺麗につくという風になります。皆さんもこのようにしてですねアレンジをします。今日のポイントというのは歌詞の部分でした。もう一度よく見てください。最初にインストインストゥルメンタルという風に書いてですね、適当な1行もしくは2行歌詞を書いてですね、もう一回イントロ、これを入れるとですねイントロを弾いてくれやすくなるということです。 100% ではありませんが、このやり方をすると今最後にしたように余計な頭だけカットすればイントロ始まりみたいなイメージで曲ができるということです。皆さんの方でも
一度チャレンジしてみてください。今日は長い時間聞いていただきましてありがとうございました。またねー。